福岡県のギャラリーのロペコです。全国から届いたハンドメイド作品をご紹介していきます。こちらはバックインバッグにもなるミニトートバッグです。形が同じなので、まずはこちらで詳しくご紹介していきます。電話の受話器を隣に置いて撮影していますが、ちょこっとそこまでお出かけするのにちょうど良い大きさです。かわいい猫の生地です。そしてフロント部分ポケットがあります。ポケットは仕切りがあります。本体は中央部分にファスナーポケット、こちら一箇所ポケットで、そしてこちらもポケットになっていますが、さらにポケットがあります。後ろも同じ生地で、底部分のマチです。他もご紹介していきますが、ポケットなどの配置は同じです。こちらはパリの街並みと、そして猫ちゃんの生地、ピンクの生地です。内側です。みっちり猫ちゃんの顔が可愛い生地、ネイビーです。内側です。猫とお花の生地、落ち着いた感じです。内側です。きなりにいろんな猫ちゃんがいる生地です。よーく見ると猫がたくさんの生地。内側です。お店の入荷情報ページは動画に表示されるカードをクリックしてください。各作家さんの詳細ページをご案内しています。またのろぺこでは常時委託作品も募集しています。全国の作家さんの作品をいろいろお預かりしています。詳しくはお店のホームページの方でご覧になってみてください。You can now order from an overseas. No knowledge of Japanese is needed because we'll handle everything with answers for any questions you might have in your language. Please check out my shop. https://min.com/@norabiko.com